イリアン・ストヤノフは、ブルガリア・キステンディル出身の元サッカー選手、指導者。ブルガリア代表にも選出された、センターバック、母国では、の愛称で呼ばれている。強いキャプテンシーを持ち、ディフェンダーでありながら、優れたボールコントロール技術の持ち主であり、最後尾からのロングパスを多用する、ビルドアップや鋭いオーバーラップを得意としている。その脅威から、相手 FW から、 マンツーマンで疲れることも少なくない。橋本秀夫は自身のキャリアで対戦して衝撃を受けた選手11人の一人に名前を挙げた。そのテクニックを活かし MF でも起用される。ブルガリア時代は左 SB としてもプレー CB としては珍しい FK の名手。1995年クスカ・ソフィアに入団。その後、レフスキ・ソフィア等でプレーし、 ブルガリア代表では、ユーロ2004で2試合に出場した。ドイツワールドカップ予選にも出場した。2005年3月から、ジェフユナイテッド市原、千葉に所属、開幕戦の名古屋グランパス戦で、J リーグデビュー、7月18日の大宮アルディーチャ戦で、初ゴールを決めた。イビチャオシム監督の下で、リベロとしてプレーし、中心選手として、活躍。 同年ナビスコカップ決勝のガンバ大阪戦でも先発し、チーム史上初タイトルの獲得に貢献した。2007年6月、アマルオシム監督に対して批判的な発言を行い、それがスポーツ新聞により報道された。これに対し、千葉フロントは同年6月16日イストヤノフを禁止処分とし、同月17日対バンフォーレ甲府戦に、 出場させないことを発表。同月22日付で、禁止処分は解除されたが、同月27日残留させないことを決定、事実上の解雇通告を受けた。理由は、監督に対する批判を外部に行い、再三の説得に応じず謝罪を拒否した行為を、著しい規律違反と判断したため、その後、7月23日付で、契約解除が発表された。 同年8月12日にサンフレッチ広島と契約、MF としてプレーした後、本来のリベロでプレーするものの J2 に降格してしまう。同年の天皇杯では決勝進出に貢献した。降格により対談が予想されたが、自分を苦しい時に拾ってくれたクラブを去るわけにはいかない。と残留表明をする。以降、リベロとして中心選手として攻守にわたり活躍した。 2009年2月、スタニミルストイーロフが、ブルガリア代表監督に就任、経験のある DF として指名され4年ぶりに代表に選出され、2010フィーファワールドカップヨーロッパ予選にレギュラーとして出場した。2010年8月にも代表に選出された。しかし、代表選出の影響で怪我が続き安定して、出場できなかったため、サンフレッチェ広島では、 2010年末に構想外となった。2011年は j ニファジアーの岡山に移籍。チームがこの年から戦術を3バックに変更したこともあり、ディフェンスラインの中央で起用された。多くのプレースキックを担当し、チームトップの8アシストを上げるなど、攻撃面では貢献したが、開幕戦で怪我をした影響もあり、コンディションが上がらず。 シーズン終盤の4試合と天皇杯では出番を失った。同年末をもって現役引退する。延期されていた J2 第6節10月19日開催のガイナーレ鳥取戦でのゴールが現役ラストゴールとなった。2012年から広島でレストラン経営と若年層サッカー指導者として活躍している。またフットサルチームのディオス広島を立ち上げ、広島県 フットサルリーグ3部で活動しながら、欧州サッカー連盟の監督ライセンス獲得を目指している。2014年3月末をもって、広島の店を畳み、以前からの熱心な勧誘を受けて、山口県東部へ活動拠点を移転し、周南市周辺を活動範囲として、FC ストヤノフサッカーアカデミーを開校している。なお店舗は、プロデュースの形で、 徳山駅前にレストランを開店している。2021年10月6日、鎌玉あレ・さヌキトップチームのコーチに就任した FC、ストヤノフサッカーアカデミーレストランをおせむ。ありがとうございます。